シュンがジェミニのセイントを倒したことにより、アナザーディメンションで飛ばされた異次元から解き放たれた氷河。氷河が落ちたのは第7の球。ライブラのゴールドセイントである老子が守護する天秤球だった。そこで氷河は懐かしい人との再会を果たす。アクエリアスのカミュ、なぜあなたが天秤球に。あなたは宝米球を守っているはずでは。お前をここで止めるためだ氷河。これ以上先に進むな。これは私の命令だ。それは残念ながら従うわけにはいきません。ならば力を持ってしてでも止めねばならないか。できません。我が師とも言うべきあなたに剣を向けるなど。相変わらず幼さの抜けんやつだ。ならば剣を向けられるようにしてやろう。なんだ、まさか、マーマの船が沈んでいく。マーマが遠ざかっていくのがわかる。海底の一番深いところへ。マーマ、マーマー。黙れ。死んだ人間にいつまでも涙を流しているお前の唯一の弱点を断ち切ってやったのだ。いくらあなたであっても許せない。